さあ行きましょう。今回は BMW の新しい2シリーズ、新型モデルですよ。2シリーズのグランクーペになります。今時点では最強のエンジンを積んだ M235iX ドライブになります。 M パフォーマンスモデルですね。なのでこの後時期を追って M モデルが出てくるはずです。例えばアウディで言えばだから S に当たるモデルですね。 AMG で言えば例えば本当ガチンコで言うと A35 に値するような形でこの M235、M135 というのは存在してますね。最大トルクが450ニュートンですよ、2リッターで。このターボシステムは排気量を2倍以上にしてくれるターボシステムですよ。だからM モデルで来た時には500ニュートン超えてくんじゃないですかね。今これで450でしょ。いや楽しみですよね。まあ楽しみの前にそもそもこのモデルどうなんだって話をどんどん掘り下げていきましょう。めちゃくちゃ乗りやすいです。このボディサイズからしてまずすごいいいんですよ。1800です、これ車幅が。なので街中とかが1800を乗りやすいって思っちゃうこと自身が最近の車もうでかすぎですよね。1800って昔で言えばいやでかいよねって、1800ってすごいねっていう言われてた時代がもう懐かしい。ついこの間までですよね。そんな時代一気に車が広がり、なんか2メーター超えてくる車が続出してきてますもんね最近。続出は言い過ぎだな、ちょっと盛ったな。でも2メーター超える車を探すのが難しくなくなりだしてきてるのが最近っていうところですよ。もう車どんどんでかくなっております。改めてすごい乗りやすいです。乗りやすさだけで言ったら1シリーズもいいんじゃないかってあるかもしれないですけど、どうでしょうね。これねすっごい難しいんですけど、 M135 のあの5ドアハッチバックをベースにして考えるとこちらの方が乗りやすいです。こちらの方がキャピキャピしてないです。ちょっと穏やかな感じでこっちの方が乗れます。誰かをだから横に乗せるんだったらこっちかなっていう。クーペスタイルなのでちょっとスポーティーに味付けもしてあるんじゃないかなと思ったんですけれども、やっぱり4ドアっていうところの特性を加味したのかちょっとマイルドな方向にはなってます。でもこういう曲がってる時のハンドリングだけで言うとハッチバック以上にいいんじゃないのかなっていう気持ちさえ出てきますよ。なぜなら前高が 35mm も低いんですよ、こちらの方が。ハッチバックに対してですよ。なのでやっぱクーペスタイルっていうだけあってそれだけ低くセットしてあるので、要は全体的なる低重心化っていう効果がなんか出てるようなイメージはありますよ。エンジン周りは一緒ですね。いやだから車だけで言うとハッチバックのあの剛性感も魅力的ですけど、でもこの車思いのほか後ろ剛性感あるんですよ。なので後ろの踏ん張りもすごいあります。これハッチバックじゃないんですよ。リアガラスはノッチバックなのでリアのバルクヘッドがしっかり設けられていて、リアガラスも備え付けでボディでもってリア剛性持たせているので、なので要は環状骨格をしっかり組めるのでこれすごいリアしっかりしてるんですよね。リアガラスとともにトランクスペースが開いちゃう車ですとボディ剛性落ちるかもしれないですけど、そうじゃないので結構後ろ踏ん張ってますし、いやこれ結構いいですよこの車。まあスタイル的にああいうホットハッチ系が好きなのかこういうセダンが好きなのかで明確に分かれると思うんですけれど、であとやっぱよくよく見るとセダンにはなってるんですけども、このフロントタイヤから後ろドアパネルまでの距離がちょっと短いので、なんかちょっとここが寂しい、デザイン上の伸びやかさが少ないであるとかちょっと寂しい感じはしますね。やっぱりクーペスタイルっていうとリアの綺麗なルーフラインっていうのも魅力ですけど、やっぱ伸びやかなフロントセクションっていうのも魅力なので、そこがないのがねちょっと悲しいところでありますけどね。だから何を重視するかですよ。だからやっぱりあくまでも FF ベースなので、そう考えるとハッチバックの方がなんかデザインテイストはまとまってんのかなとも思いますし、まあでもセダンになってもこのボディ剛性決して低くないので、これはこれで本当捨てがたいんですよね。なのでとっても悩ましい車が出てきましたよ。
で誰に対しておすすめなんだって言われると、この車ほんと難しい。おそらくですけど BMW としてこの辺りにまだ発掘のしがいのある層がいるんじゃないかっていうよりも、今まで例えば3シリーズを乗ってた方とかが、いや最近の3シリーズでっかくなってきたからもうちょっと小さい車が欲しいよね、でその時に BMW にはラインナップがないから他の例えばブランドに行っちゃう、メルセデスに行っちゃう、アウディに行っちゃう、そういった人たちをどうにか行かずに自分たちのところに抱え込みたいよねって言った時の受け皿的なモデルで出してきた感がすごいプンプンしてる車です、簡単な話で言うと。なのでこの車で今までにないこういった人たちに向けておすすめですっていうのがあんまり発想が出てこないですね、今こういう風に乗ってて。まあ昔ながらの3シリーズぐらいのボディサイズにはなるんですけれども、エンジン半端なく最新型でとっても気持ちよくていいですよって、これでも小さいながらでも早く高性能でブイブイ言わせられませんみたいな、なんかそういう車ですよこれ。ちょっとだからワインディング行ってみたいですね。都心部だけだとこの凄さが完全見えてこないですね。このハンドルを切った時とかの印象とかも、 M パフォなんだからそれは当然だろうって言われるかもしれないですけど、すっごいどっしりしてるんですよ。やっぱちょっと待ってください、僕今これちょっと借りて、まだ30分ぐらいしかしてない状態でこれコメントどんどん取ってるんで、新しくいろいろ試してるんですけど、スポーツモード入れた瞬間にガラッと変わります。今までの乗りやすいとか、あこれだったらその誰にでもおすすめみたいな印象を抱いてたのが全く変わりますね。スポーツモードは雨の日はトラクションロスするぐらい硬いです。やっぱり雨の日はこれだけ足が硬くなっちゃうと、路面のつなぎ目とかでほんのちょっとのきっかけでツンって滑っちゃうので、タイヤが要は路面のつなぎ目ですよ。首都高速にありがちなこの鉄板が見えてるところのつなぎ目とかでちょっとツンツンって少し走行ラインがずれるような動きをするので、いやハンドル重いわ。このハンドルの重さはまあこれだったらそこまで言わないかもしれないですけど、奥様方が乗られたら、いやちょっとこのハンドル重たいんですけどって、私の腕太くするつもりなのみたいな、なんかね言われそうな、結構ずしっときてますよ。まあでもコンフォートのままだったら全然全然、あのグリップが太いのでちょっとそこに対しては奥様方やっぱ男性の手とは大きさが違うので、ちょっとグリップ太すぎる、ハンドル太すぎないって言われるかもしれないですけど、まあこの辺り太い方が安心だろうみたいな話で、旦那さんは言いくるめた方がいいんじゃないですかね。まあ僕はこういう太いハンドル結構好きなので、だから小手をグッと押さえつけて、でそのまま指はほんと軽くで指先で感じ取るみたいな、いやこのハンドルの太さいいですよ。まあ大概の方が最初握った瞬間、うわっハンドル太って今みんな言いますけどね、まあ慣れるとこの太さが結構よく感じてきたりもします。いやーすごいわやっぱ。まあブレーキのタッチは悪くないですし、あの車やっぱり FF ベースなので、旋回している時のその気持ちよさっていう観点で言うと、 FR 車のようにはどうだろうな、その旋回している時に後ろがグッと沈むっていう感覚までは飛ばしてないとないんですよね。スポーツモードに入れて飛ばしてるときはその感覚あるんですけど、日常ではそれがなかなか感じられないですね。やっぱこういう日常は今もこれほとんど FF で走ってますよ。でクラッチがつながって初めてその分少しずつリアタイヤに動力がいくっていう、その FF ベースの四輪駆動なので、最大でクラッチつながれても1対1なので50対50ですよ、トルク配分としては。なのでリアの方をたくさん回すなんていうのはできる四輪駆動ではないです。これ要はさすがのその BMW といえどもっていう言い方になるのかもしれないですね。 FR にとことんあの本当こだわりを持ち、ハンドリングをずっと求めてきたメーカーが、作り上げた FF といえども、リアタイヤに駆動力っていう負荷がかかってないので、ちょっと後ろが働くまで時間かかりますけど、
まあ、でもそれをうまくハンドルの重さで調理している味付けをしているっていうのがこの2シリーズとか1シリーズになると思います。例えばですよ、コンフォートにしてハンドルが軽い状態で、今かなり軽くなりましたよ。この状態でハンドルをちょっとレーンチェンジします。切った時にこの今ハンドルの軽さで切っちゃうハンドルの量でいうと、もうフロントがどん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 打がついて、フロントがどんどん曲がっていこうとするので、後ろが結構あんま機能しないで、おまけみたいに後からついてくるみたいな動きしやすいんですよ。ですけどスポーツモードにするとハンドルがこれ重くなりますと。でそこでハンドルを切る分に重たいから、そんなにグイってハンドル切らなくなるんですよね、ドライバーが。そうするとじわって切るようになると、このじわっと切るのに乗じてボディ剛性伝ってリアにも荷重がしっかりかかり、リアもちゃんと反応してくれるので、ハンドルを切ってるのに従ってリアタイヤもしっかり働いてるっていう感覚になるので、 FR 的な、要はリアにちゃんと荷重が乗って曲がってくれるっていう感じのフィーリングになるんですよ。だから実はハンドルを切るスピードってすごく大事なんですよね。だから例えばこれってある意味サーキットドライブとかで表現した方が分かりやすくて、旋回する時の進入でリアタイヤ滑らすことはできて、それってどうやるのかって言ったら、ハンドルを切るスピードをじわーって切ってあげると、まあこの切り方もいろいろコツはあるんですけど、切ってあげるとリアがぐーっとちゃんと使えてきて、リアタイヤがズルズルズルって滑る領域を出せたりもするんですね。でもそれって大概ハンドルを切りすぎちゃったりすると、足回りの動きに対してハンドル切りすぎちゃったりすると、それが起きる前にフロントが滑っていっちゃうので、だからリアが使えないんですよ。だからこのハンドルを重たくすることで、自然とサーキットで言えばリアがちょっと流れてくるような、リアをしっかりと使えるような操作を促すようなハンドルの重さになるんですよ。これがだからうまいとこだと思います。これこだわりだと思いますね、 BMW の。なので M135 の時もそうですけども、 M235 でもやはりちょっと FR 的な感覚で走れる FF モデルの四輪駆動車として結構おすすめです。でこの今言った動きで言うと、ハッチバックよりも前長が長いのか、リアが少し長いのか、リアタイヤが少し使える感じで、ハッチバック以上にちょっと FR 的な動きっていうのかな、リアに対してグッとちゃんと荷重が最初から旋回中に乗るよっていうのは感じやすいです。あともう一ついいところで言うと、 BMW はトランスミッションの使い方は本当うまいですよ。エンジンとの兼ね合いでかなりスムーズですし、エンジンの美味しいところをしっかり使うし、でさらにトランスミッションのこのつなぎ方がうまいんですよ。ギクシャクさせないんですよ、スタートの時もそうですけど、これはうまいと思います。もう何度も言ってますけど、8速オートマーにしてもめちゃくちゃ滑らかに変速させるので、シフト変速していることを感じさせずに変速させるのが得意で、 BMW のオートマートランスミッションの味付け、スポーツで走るとちょっとアクセルレスポンスが良すぎるので、その分ちょっとグッグッとギクシャクが来る時はありますけど、いやすげえ、トラクションロスしそうなところで、本当この四輪駆動は、あの M135 の動画見てもらえば分かりますけど、これも先読み制御の四輪駆動です。なのでめちゃくちゃ賢い四輪駆動システムを使っております。いや賢いですね、運転しやすいですね、大きさもいいですね。なので誰にでもおすすめができる BMW って、そういうイメージですよ。だから誰に逆におすすめできるんだっていうピンポイントが思い浮かばないですね、これ。だからやっぱスタイルで好きになってもらって、あとは最近のセダンで昔ながらの1800ぐらいで、長さも4500ちょっと、まあそういう、扱いやすいボディサイズのセダンが好き、そういう方向けっていうんですかね。あと改めて個性求める方っていうのも言えるのかな、他にはないスタイルですよね、セダンでもなくクーペでもなく、このクーペセダンっていうのはやはり特徴的ですよ。ほらスタートスムーズですよ、やっぱり。まあ 2速3速がちょっとギクシャクする時ありますけれども、まあ今度雨じゃない時に、またそういえばこういう車雨だな、パフォーマンス系。
またなんかワインディングとか行く機会があったり、サーキット走る機会があったら、これまたお伝えしたいなと思います。では、どうもありがとうございました。今回も、最後までご視聴ありがとうございました。なんか触れてほしい車とかありましたら、どうぞコメントに書き込んでください。では、いいカーライフをお過ごしください。ありがとうございました。今日は失礼いたします。